思ったよりも早いつながり、私の予想では100年後に解放できると思っていたのですが、いやはや、己の管轄外の世界は思い通りにいきませんね。ああ、私と同じ素質を持つ歌姫の覚醒、一時的でも門が開けばもうこちらのもの、今は 100% でも 200%、300% と上げていけばいずれ私の領域にまで達するかもしれませんね。姫、あなたの思い描く理想を奏でなさい。そうすれば世界があなたを中心に動いてくれる。まずはそうですね、姫が思い描く最強を思い描いてみて。私が戦っても子供一人倒せない、能力を頼るにしてもしっかり扱ったことなんて一度だけ、それ以外は暴走。だけど今は暴走しない、なら、今今叱った暴走した時の目もうまく扱える。契約の話だが、お前が無事この空間から抜け出せた場合、約束通り、後の情報を教えてやろう。もちろん全て把握しているから、実は知らないなんて返答は期待したりするなよ。そして私だが、つくよみことかがこの空間から出るまでの間、私はお前を好きなだけ観察する。これで容赦条件は整ったはずだ。お前からも何か追加希望はあるか？一つだけ追加でいいですか？こちらの脱出条件で私の目を扱えるようにしてくれませんか？オーラや能力なんてどうでもいいんです。今は通常でも目が使えるようになりたい。いいだろう。帝王神候補序列3位、帝王神資格者第2席、リトア、ネルトリア相手にずうずうしくも願いを申したその度胸。私に血に膝をつかせてみろ。それが追加条件の返答だ。この条件は今回に限らずで構わない。どうせネルトリア総本山で再度会うだろうしな。その時までぜひ私に興味を持っていてもらいたい。わかりました。それで問題ありません。では、始めますね。まずは再現。漁港迷宮でメリアさんにアシストしてもらった私のことを全て再現。笛は置いてきてますね。なら再現しましょう。私の最高の形に。素晴らしい。これが 100% の歌姫。この高純度の神秘な気配。オーラとは違うエネルギー。さあ、お前の全力を見せてみろ。私ですら到達できなかった領域、見ることすらできなかった世界を見せてみろ。まずはあの人の膝をつかせよう。どんな力でもいい、彼女に膝をつかせろ。ああ、そろそろ来るな。どうした？確かに血を私の膝にぶつければ、血に膝がついた、と言えるな。想像力が乏しいな。お前の描く強いはまるでお子様の価値観だ。それでいいんです。私が想像しているのは最強の形ではありませんので。リトアさん、北風と太陽というお話は知っていますか？ああ、知っているとも、地球に存在する童話だろう。私はこの童話のお話がすごく好きなんです。私の人生の教訓にしてるほどに。私は非力でした。だけど尊敬する先輩から認められるほど私には得意分野がありました。ほう、なんだ、聞かせてくれないか。他者を思い通りに動かせることです。私は非力でした。故に他者に頼ることが前提。つまり他者をうまく活かし、利用すること。それだけは何も勝てなかった先輩に唯一勝てた分野でした。私は他者を必ず 80% から 120% の間で動かすことができる。だから狭い世界でも私は生徒会長になり上がったんです。自慢げに言っているが、それは私も得意だ。いや、得意というより必須。持っていて当たり前のもの。むしろ 100% と言い切れない時点でダメだ。そうなんですね、お恥ずかしい。ですがお話に続きがありましてですね。相手の得意な分野を見つけて指示を出すこと、それらが鍛えられていくことで同時に別の分野も鍛えられたんですよ。相手が嫌がること、他者を扱う上で相手の嫌がることをするのはご法度。だからこそ相手の嫌がることが見ただけで大体わかるのですよ。例えば今リトアさんは、話はいいから次の手を見せろ、と考え、少し苛立ちを感じているはずです。でも私はずっと仕掛けていました。念入りに、慎重に、まんべんなく。さあ、太陽の時間ですよ。仕掛けてくるか、ただ次は何を。能力の覚醒？なんだこの不愉快感は？肉体に変化はないはずだ。来ましたね、麻酔弾。私が解除するまでの間はずっと自身の身に何が起きているかわからなくさせるね。私がやったのはオーラの逆流。この空間もリトアさんの能力ならこの空間のオーラ全てリトアさんに戻せばいい。どうせ私が逃げようとすれば堅くなに邪魔してくるでしょうからね。ですから自らの手でこの空間を解いてもらいましょう。こいつ、私が手を出さないことをいいことに、しかもた分野の条件は得たが、こちらの脱出条件で私の目を扱えるようにしてくれませんか？オーラや能力なんてどうでもいいんです。今は通常でも目が使えるようになりたい。私は脱出とは別の条件を提示した。そこに私の意識が向くように、だが私が条件を許可し、別の条件を加えたのは戯れだぞ。待て、まさか呼んだのか？ことか自身にメリットのある条件を提示すれば私が別の条件を提示すると、そこまでを呼んだ上で脱出という本命を一瞬でも弱らせたのか？
少しいいな。私が少しでも力を出せばせっかくの可能性を潰してしまう。呪いが故にもどかしい。だが楽しい。まだ見ぬ世界に高い姿勢。次はどんな気楽を見せてくれる。くよにことか。もう見せませんよ。終わりです。私に全て吸引する。必要を私の中に戻して、あとは部下を自分で請け負うつもりか。リトア、目的は達成したよ。僕は先に母国に帰るけど、リトアはどうする？うまいところなんだ。先に帰っていろ。もっと楽しませろ。とりあえずそのままお前の好きなようにはさせてやらない。見せてみろ。私の力が必要だよ。全部吸収したいなら私から奪ってみせろ。いえ、私が強く吸い込めばきっとリトアさんは抵抗してくれると信じてましたよ。今私は自分で自分のオーラを。しっかり回収して帰ってください。忘れ物はしないようにしてくださいね。私の勝ちですね。鬼ごっこというにはお互い全然走っていませんけどね。お見事。まさか自分の手で自分の空間を壊すことになるとはな。冷静さを欠いていたか。いえ、それも全て誘導していましたよ。心理精神支配。私の思い描く情緒と思考誘導を可能とする。青の目の効果、思考投資と合わせ持てば少なくとも心理戦は負けないと。ちょっと性格が悪いところが出ちゃいましたね。でも楽しかったですよ。全てを思い通りにできる。まるで自分を中心に世界が動いていると錯覚するような優越感。あれが私の真骨頂なんですね。私、成長するのが楽しみになりました。少し様子を見るつもりが飛んだ化け物を目覚めさせたかもしれんな。面白い。ぜひメルトリア総本山でまた対峙したいものだ。約束だ。パトの居場所を教えよう。この私に勝ったのだ。誇れ。今、到着した。リトアさん、性格悪いにも程がありますよ。分かっていて私を試したのですか。すぐそこまでパト君たちが来てると分かって、あのような交渉を。そうだ、情報は持っている方が強い。理解したか。聞くよみことか。ただその場で言い負かすだけが駆け引きではないんだよ。どちらにせよ、パトの到着がタイムリミットだった。つまりあの動かない鬼ごっこもことかが頑張らなくても終わっていたのだ。勝っても負けても変わらずにな。あの時間はただの娯楽。私が楽しむための時間。また会おう。聞くよみことか。私が与えなくてもね、使いこなせるようになったじゃないか。これが勝負に勝って、試合に負ける。相手を出し抜いたのに、結果を見れば私にはリトアさんから何も得られていない。いえ、違いますよ。姫、あなたは王、パト様と同じ肉眼をもらった。そして歌姫の覚醒とともにパト様と同等の世界を手に入れ、リトアはそれを解放してくれた。だけどまだ姫が認知できない。真の意味で歌姫を覚醒しきれていない。真の歌姫を使った高揚感は今の日ではないですよ。次の次元に来てください。そうすれば初代帝王神の子孫であるあなたにも私を扱うことができるでしょう。あなたね、パト様の専属神オーラを持つ私たちと同じ専属神。他の専属神たちはすでに案内されています。ご都合がよろしければ一緒に宇宙船に来て。勝ち逃げは許しませんよ。リトアさん、私はあなたに聞きたいことが山ほどあるのですから。本当、楽しかったなぁ。楽しかったですか？すごくリトア姉様テンション高かったですけど、やっぱり楽しかったのですか？いいですね。私も心躍る相手と戯れたいですね。いやぁ、リトア姉様がなんだかんだ言って目の能力が暴走しないように補助してあげたのも優しさか。照れだなぁ。私の役割は以上だ。あとはダメ押し、しっかりやるのだぞ。メルメア兄様もリトア姉様もしっかり誘導の役割を果たしましたし、私も最後に核を入れてやる気を出させてあげないとですね。ソルテって苦手なものはあるの？辛い食べ物が苦手です。あとホラー。あとは酸っぱいものも嫌ですね。口の中が苦しくなるのはちょっと。ふふふ、お子様舌なのね。もっといろんな食べ物を食べてみなさい。あとホラーは慣れなさい。私は大好物なんだから。ラルは苦手なものはあるの？恋愛もの。見ててなんかムズムズする。なんかこっちが恥ずかしくなるというか。そうですね。恋愛もののもどかしさをラルは体現してるみたいだからね。自分と重ねちゃってるのかな？それでは次回も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。